出演する作曲者松信夫ディスタントワールズはファイナルファンタジーで流れるゲーム音楽を演奏するオーケストラコンサートである。ファイナルファンタジーセーター20周年を記念して制作されたオーケストラコンサートツアーである。2007年のストックホルム公演を皮切りに全米、ヨーロッパ、アジア、日本で開催されている。2015年に東京と大阪で行われた ディスタントワールズ、ミュージックフロムファイナルファンタジーザ・ジャーニー・オブ100・100コンサートが通算100公演となった。本コンサートは2007年から開催されている、コンサートプロジェクト、FF オフィシャルオーケストラコンサートである。公式のゲームタイトルロゴマークを使用し、作曲者の植松信夫が自ら出演している。22220ミュージックフロムフィアナルファントシー。 ツアーでジャポンミュージックフロムファイナルファンタジー、ボイシズミュージックフロムファイナルファンタジーに続くスクエア、エニックス公式音楽コンサートである。2015年1月22日から23日、東京国際フォーラムホールで行われた。100回公演を迎えた、ファイナルファンタジー、フルオーケストラコンサートの祭典。上松信夫、浜渦正 ソケンショウキョーラが作曲した楽曲がオーケストレーションされて演奏された。指揮者はアニーロス。ソリストは白鳥恵美子とスーザン・キャロウェイ。演奏は東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、大阪公演は大阪シアターフィルハーモニー管弦楽団が行った。坂口はコンサートタイトルについてビデオレターで人生30歳というと、 中国の思想家の講師が自立という言葉で表現したんですね。つまり自分の考えをしっかり持って歩み始める節目の年ということです。ファイナルファンタジーも30年の歴史があり、これまでの経験をもとに独自の価値観や美意識を持って新たな一歩を踏み出す時なのかなということでコンサートツアーのタイトルを自立とさせていただきましたと語っている。 植松信夫の作曲作品をもとに、指揮者はアーニー・ロスが担当。演奏は、東京公演は新日本フィルハーモニー公共楽団、大阪公演は関西フィルハーモニー管弦楽団が行った。 http://www.sqar-enix.co.jp e スラッシュミュージックスラッシュセムスラッシュページスラッシュディスタントワールズ FFDWJ100 ファイナルファンタジーコンサートディスタントワールズ100回記念公演いよいよ明日1月22日開幕リハ中の上松信押氏アニーロス氏に インタビューファミツードットコムハット https コロンスラッシュスラッシュゲームドットウォッチドットインプレスドットコードッジャピスラッシュトオッシュスラッシュニューススラッシュ1 0九六二四六ドット html ハット https コロンスラッシュスラッシュゲームドットウォッチドットインプレスドットコードッジャピスラッシュトオッシュスラッシュスラッシュニューススラッシュ1 0九六二四六ド html ハット ディスタントワールズミュージックフロムファイナルファンタジーゲームミュージックオーコンニュース2021年6月5日閲覧ディスタントワールズ2モアミュージックフロムファイナルファンタジーゲームミュージックオーコンニュース2021年5月16日閲覧ディスタントワールズミュージックフロムファイナルファンタジーリターニングホームゲームミュージックオーコンニュース 2021年5月16日へ閲覧。Distant Worlds Music from Final Fantasy The Celebration ゲームミュージックオーコンニュース。2021年5月16日へ閲覧。Distant Worlds 祭 More Music from Final Fantasy ゲームミュージックオーコンニュース。2021年5月16日へ閲覧。Distant Worlds ミュージックフロムファイナルファンタジーザ・ジャーニーオブ100ゲームミュージックオーコンニュース2021年5月16日閲覧ディスタントワールズ4モアミュージックフロムファイナルファンタジーゲームミュージックオーコンニュース2021年5月16日閲覧ありがとうございます